エットレ・メッシーナは、イタリアのバスケットボール指導者。シチリア州カターニア県カターニア出身。イタリアプロバスケットボールリーグセリエ A のオリンピア・ミラノのヘッドコーチ。ユーロリーグでヘッドコーチとして2度のコーチ・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、4度の優勝経験を持っている。マヌジノ・ビリラと共に、ユーロリーグ史上の偉大な50人の貢献者に選ばれている。1989年から、 ビルトゥスボローニャ、パンラカネストロトレビーゾ、PBC チェスカモスクワ、レアルマドリードバロンセストでヘッドコーチを務め、1998年と2001年にビルトゥスボローニャを、2006年、2007年に PBC チェスカモスクワをユーロリーグのチャンピオンに導いた。2011から12シーズンにロサンゼルスレイカーズのコーチングコンサルタントを務めた後、 PBC チェスカモスクワのヘッドコーチに復帰した。その後、2回目の NBA コーチングスタッフとして、2014年7月、サンアントニオスパーズに招かれ、アシスタントコーチに就任した。2014年11月26日のインディアナペーサーズ戦で、検診を理由に欠場したグレック・ポポビッチに代わり、ヘッドコーチ代行を務め、見事に勝利。ヘッドコーチ代行ながら、 NBA で初めてイタリア出身者によるヘッドコーチの勝利を記録した。続く11月28日のサクラメントキングス戦でも勝利を挙げている。1993年から1997年までナショナルチームのヘッドコーチを務め、1997年バスケットボール男子欧州選手権で銀メダルを獲得している。愛2019年6月11日。 イタリアプロバスケットボールリーグセリエ A のオリンピアミラノと球団社長兼ヘッドコーチとして3年契約を結んだ。ありがとうございます。